どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのキャッシュありますよね。一時はね、非常に使ってる人が多かったこのキャッシュなんですけども、今はね、ちょっともう 1% 還元昔あったんですけど、今はね 0.2% 還元まで落ちてしまって、まあなかなかね使う機会が少なくなってしまったんですけども、まあそんなキャッシュがですね、本日 JCB からね入金できるようになりました。まあ JCB からねチャージできるようになったっていうね発表をしたんですよね。でこれと同時にですね、なんとこちらアメックスからもですねチャージできるようになると、こちらもね発表がありましたので、本日の動画ではですねこちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで公式サイトね、こういった形になります、JCB とアメリカンエクスプレスのカードからの入金対応しましたということで、このね JCB から対応したのはですね、もう本日からね開始になっておりますので、もうねチャージすることができます。でキャッシュね持ってる方はスマートフォンアプリねアップデートしていただければですね、 JCB からね入金っていうか、まあチャージですねすることができるようになっておりますので、待っていただいた方ですね、ぜひね利用していただければなと思います。で今回ね JCB からねチャージできるようになったということで、まあ JCB に関してはですね、他のペイサービスとかでもこのもう利用することがね JCB カード自体はねできますので、まあそこまでね大きいニュースではないのかななんていうふうに思うんですけども、まあ JCB カードであればですね、スマイルボット登録して1000円ぐらいチャージしていただければですね、年会費の割引ね受けられるかななんていうふうに思いますので、まあ使い勝手がね良くなるかなっていうふうに思います。まあこのスマリボのね割引、年会費の割引に関してはですね、専門の動画で出しておりますので、もしね気になるよっていう方はですね、こちらで詳しく解説しておりますので、こちらね見ていただければななんていうふうに思うんですけども、まあ利用先はね増えるっていう意味ではですね、かなりねいいのではないのかなと思います。で今回ね非常にびっくりしたのは、このねアメックスからねチャージがねできるようになるっていう発表ですよね。これアメリカンエクスプレスのねクレジットカードっていうのは、まあ今現在ねペイサービスでも au ペイとね d 払いで利用することができるんですけども、利用できるね先は結構少ないので、今回ね発表になってね非常にびっくりいたしました。でアメックスのねチャージに関しては2022年の7月の5日からね開始ということで、この動画ね撮っている段階ではですね、一応発表はあったんですけども、まだね対応自体はね始まってないっていう風になりますんで、まあ7月5日ということで、あとね1週間ぐらいねしていただければですね、アメックスからねキャッシュにチャージできるようになるっていう風になりますんで、まあ、かなりいいですよね。アメリカンエクスプレスのねクレジットカードは、まあマリオットとかヒルトンとかね、まあプロパーもありますけれども、まあ入会キャンペーンもそうですけども、いくら以上ね使うとホテルのねステータスがもらえたりもねいたしますので、アメックスのね決済仕様の使い道がね増えるっていう意味ではですね、かなりねいいですよね。これね非常にびっくりしたんですけども、かなりありがたいですよね。またねキャッシュっていうのは 3D セキュアっていうね、まあセキュリティにもね対応しているプリペイドカードっていう風になりますんで、ペイペイにね登録することができるんですよね。ですのでアメックスからキャッシュにチャージして、キャッシュにペイペイを登録するっていう形で、まあペイペイがね使えるって言った形になるんですよね。未だにねクレジットカードは使えないですけども、ペイペイは使えるみたいなところがねまだありますよね。まあそういった場合でですね、クレジットカード使えないけどペイペイ使えるみたいなところでは、この方法でね利用することができるので、私もねこの方法でね使いたいなっていうふうに思います。まあ以前はですね、アメックスから au ペイプリペイドレボリュートでペイペイ登録っていう方法でね利用していたんですけども、まあね先日も動画で紹介した通りですね、そのルートはですね塞がれてしまったっていう風になりますんで、7月5日以降はですね、私はねこういった感じでね利用していこうかななんていう風に思っております。でこの登録方法自体はですね、まあ以前ねこのレボリュートのね登録、ペイペイの登録でね動画解説いたしましたので、まあやり方自体はね同じになりますんで、もしねキャッシュをねペイペイに登録されたいっていう方はですね、こちらの動画ね参考にしていただければなと思います。で一番気になる部分ですよね、このアメックスからキャッシュにチャージしてポイント付与はどうなるのかっていう話なんですけども、このアメックスのねクレジットカードっていうのは、まあチャージに対してですねポイントを満額付与するってほとんどないんですよね。まあなしか半分か、まあどっちかっていう風になりまして、今現在ね公式サイトの方はね変更が見られておりませんので、まあおそらくね半分ぐらいで、まあ多分公式サイトね更新されるんじゃないかななんて私は
予想しているんですけども、まあゼロに、ね、ならないでほしいですね。本当にこれゼロになってしまうとですね、やはりあの au pay プリペイドの方はあのポイント半分ですけどもね、今のところポイント取れるっていう風になりますんで、まあ、これでゼロになってしまうとですね、本当に使い道っていうかね、使う意味はなくなってしまうのかななんていう風に思うんですけども、まあどうなりますかね。半分ぐらいでね、付与されればいいのかななんていう風に思っているんですけども、このね、アメックスのチャージ系っていうのは、まあ結構前にね、動画にいたしましたけども、これですね。はい、指輪型のね、決済サービス、エブリングありますよね。まあこちらに関してはですね、これだけね、あのアメックスからチャージできるんですけども、これはねポイント満額で取れるんですよね。まあちょっとね今も多分取れると思うんですけども、本当にねこれぐらいしか私あのアメックスからのチャージでポイント取れるって聞いたことがないんで、まあおそらくね半分かゼロになるかななんていうふうに思うんですけども、まあこちらに関してもですね、7月5日になりましたらですね、実際に登録でチャージしてね、まあどれぐらいポイント取れるのかっていうのもですね、解説ね出したいななんていうふうに思いますので、まあそちらもね楽しみにしといていただければなと思います。それでは次にですね、今回ねアメックスからねチャージできるようになるということで、キャッシュね作りたい方ねいらっしゃると思うんですけども、キャッシュっていうのは発行手数料はですね900円かかるんですよね。でこれね、招待されて入会して銀行口座からですね5000円以上だったかな、入金していただくと実質無料でね、あの利用することができるみたいな感じで、まあ900円かかるけど900ポイントもらえるみたいな感じでね、発行することができるっていう風になりますんで、もしね利用されたい方はですね、概要欄にね招待コードね載せておきますので、利用ねしていただければなと思います。まあ個人的にはですね、このキャッシュっていうのはちょっとねよくわかんないんですけども、私はね数ヶ月に1回ぐらい300円ねもらえるんですよね、あの残高が。これねよくわかんないんですけども、あのツイッター等々でもですね、もらえてる方ともらえてない方、すごいもらえる方ね結構分かれてて、なんでなのかちょっとよくわかんないんですけども、私はもうね7回ぐらいもらってんのかな。はい、ですんで2100円分ぐらいもらえて、まあそれなんかクレジットはもらえて3日間以内に使ってくださいみたいな感じで、まあ有効期限3日間でもらえるんですけども、これね、なんでもらえるかわかんないんですけども、まあ、300円分っていう風になりますし、まあ、キャッシュなんでね、どこでも使えますし、基本的にはね。はい、もちろん Amazon ギフトからのチャージとかでもいいんですけども、まあ、その場でね、チャージして使ってしまえばいいだけなんですけども、まあ、こういった感じでね、なんかよくわかんないけど、クレジットもらえるんですよね。ですので、まあ、持っといてね、損はないかななんていう風に思うのと、まあ、紹介コードをね、受ければ、まあ、実質無料でね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、気になる方はですね、ぜひね、発行して見ていただければなと思います。この300円のクレジットに関してはもらえる人ともらえない人ね分かれておりまして、なんでかはちょっと分かんないんで、まあ一応もらえるかもしれないぐらいでね思っといていただければなと思います。ということで今回のはねちょっと簡単な動画にはなりましたけども、アメックスからねキャッシュにチャージねできるようになるということで、かなりいいニュースっていう風になりましたので、今回ね動画作らせていただきました。ということで今回のはねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。